これからトランプを当てたいと思います、はいはい、でもトランプを当てると言ってもよくあるこう1枚引いてくださいじゃないんですよ。1枚心に思っていただきたいんですよ。ただいきなり頭に思い描いてくれって言われてもちょっと漠然としすぎてわからないと思います、はいはい、これから何枚かトランプを見せてその中であこれだと思うのを1枚思ってください、はいはい、じゃあ例えばもう1枚ぐらいいきましょうか。じゃあ、はい、好きなトランプ1枚頭に思い描いてください、はい、思いましたか。はい、はい、これよく切り混ぜます、はい、これで当たったらすごくないですか。それはすごいですよ。これは思っただけですから。そうですよね。当たりません、はい、無理です、はい、実は僕が当てるのではなくて、はい、トランプに自ら出てきてもらう、これトランプ名前を呼ぶと出てくるんです。本当ですか。ええ、ただね僕ら日本人と違って、ええ、日本語はダメなので英語でないと通じないんですよ。そのスペルを唱えると出てくるんです。まあ、大体そのスペルってもともと呪文っていう意味ですか。あ、そうなんですか。はい、じゃあ例えば何とかの何、何を思いましたか。ハートの5。ハートの5、ハートの5を英語で言うと5 of hearts。 そうですね、5 of hearts。 だからこの5 of hearts っていう呪文スペルを唱えればいいんですよ。ね、例えば FIVE5、はい、OF5、はい、of hearts、 HEARTS5 of hearts、はい、これがもしハートの5だったらすごくないですか。まさか、おーハートの5 本当だ、すごい。これぞまさしく思考の盗人、ソートスチーラーですよ。すごいねこれ、はい、どうなってんの。